じゃあみんなで山崎直子さん呼んでみようか。直子さん。皆さんおはようございます。こんにちは、山崎直子です。おはようございます。山崎さんありがとうございます。長谷川です。はい、お疲れ様です。今日よろしくお願いいたします。それでは皆さん、テイクオフになりましたので、復興宇宙祭り in 福島、リモートで開催いたします。今日は山崎直子宇宙飛行士、復興宇宙ミッションの実行委員長ですね。山崎直子さんはじめ、復興庁の皆さん、そして福島市教育委員会の皆さん、そしてマスコミの皆さんも、おられます。それでは、開催したいと思います。よろしくお願いします。まずはじめに今日の出席者ですね。簡単にご挨拶いただきたいんですが、恐縮です。山崎委員長、一言お願いします。はい、改めまして、皆さん、こんにちは。本日は、復興宇宙祭り in 福島ということで、特に飯坂小学校の皆さん、ね、ご参加くださりありがとうございます。創立150周年と伺いました。おめでとうございます。今日は一緒に皆さんのご発表も聞けることを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。復興庁の浜田と申します。皆さん本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。福島市教育委員会さん、つながりますか？はい、おはようございます。福島市教育委員会菅野と言います。今日は皆さんの発表を楽しみにしています。よろしくお願いします。そして会場にはですね、ゲストの皆さんいらっしゃいます。すみません、校長先生、一言ずつお願いします。校長の辺見でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんおはようございます。佐藤健一郎です。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。ワンスクモンドリノです。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。私、日本中小年団と福島軍団でリーダーしています。福島市議会議員の幹事です。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい。それでは前半、初めはですね、東北復興宇宙ミッションが何で、そして飯坂小学校は何をしたのか、ね、皆さん6年生は知ってらっしゃるかもしれませんが、もう一度おさらいしてみましょう。私の方から説明いたします。2021年の3月11日、これは東日本大震災からちょうど 10年が経ったという節目でした。東日本大震災はおそらく皆さんが生まれた年に起こったのかな。ですので、直接の記憶は皆さんないかもしれませんが、その後ですね、いろいろと東北、特に福島は大変な中をですね、復興して、ここまで歩んでまいりました。その10年の歩みを世界に感謝という形で伝えようと、こういう企画が起こりまして、山崎直子委員長はじめですね、皆さん、東北の皆さん、オール東北で結集して、宇宙ステーションから世界にありがとうという言葉を発信いたしました。まあ、この内容を短い動画にまとめていますので、ちょっと見てみましょう。そしてその宇宙ステーションに行ったその物語の中で、飯坂小学校はどんな活躍をしたのか、これを少し見ていただきましょうね。